現代のゲームではリターンは最も大切なストロークとなっています。多くの人はそれがサーブというかもしれませんが、世界1位から4位の選手たちはそれぞれのゲームにおいてベストリターンを持っています。ベストサーブではないのです。最初に攻撃するというアグレッシブなメンタリティです。打球と同時にステップすることです。ラケットを後ろにセットした状態からスタートして、ステップしながら自分でボールを打ちます。ストロークとは全く異なるリズムです。この平身運動によってパワーが生まれます。体重を乗せて、それをボールに向かって前に移動させます。素晴らしい。ラケットを後ろにセットして。続けます。私たちがここで確認すべきことは、ラケットを後ろに動かしたときに体をしっかり止めているかということです。